ライトグレーン3三千三3 5 0サイクロン18、ライト r 3三千三3 5 0サイクロン18は、アメリカのカーチスライトによって、開発、製造された、航空機用空冷製型エンジン。通称デュプレックスサイクロンエンジンとも呼ばれる、B。B-29 戦略爆撃機に搭載され、対日戦に非常に大きな役割を果たした。このエンジンは、 当時の航空機用、レシプロエンジンとしては、最大規模の出力を誇る。しかし、その分開発も、非常に難航し、開発自体は、第二次世界大戦の開戦以前から開始されていたが、大戦時に、B、B-29 に採用されるまでには、長い期間が必要であった。戦後は、民間旅客機のエンジンとして、ターボコンパウンド仕様のエンジンが製造されたが、 こちらは信頼性にかけ、不評であった。ライト R-3350 サイクロン18、ライト兄弟が創設した、ライトエアロノーティカル社は1927年に、1930年代の、航空機に多く用いられていたことで有名な、サイクロンエンジンを開発した。1929年、ライト社は、カーチスエアロプレーンモーターなど47社と、 合併し、加圧スライトと,となったが、航空機部門と並存する形で、発動機部門も存続し、千馬力クラスのエンジンの開発は続けられた。1931年に完成した R-1820 サイクロン9は、1930年代及び第二次世界大戦初期の軍用機において、広く使われたエンジンの一つである。同時期に、 航空用エンジンメーカーのプラットホイットニーは、有名なワスプエンジンのシリーズの開発を始めた。この二重星型のワスプエンジンは、サイクロンより、コンパクトで高性能であった。1935年、カーチスライトは、P、P&W に追いつくため、サイクロン Q をベースにした新エンジンの開発を開始し、 これを複列14気筒化した R-2600 と複列18気筒化した R-3350 が開発された。1937年5月に最初の R-3350 の試運転が行われたが、このエンジンはやや気難しいことが判明した。運転状態が安定しなかったことに加え、14気筒の R-2600 が はるかに大きな注目を集めたことで、開発はうまく進まなかった。1941年になってようやく、アリソン製の V-3420 エンジンに変えて、XB-19 に採用され、R-3350 は、初めて空中に上がった。1940年、アメリカ軍は、 2000ポンドの爆弾を積んで、アメリカ本土からドイツを攻撃しようという長距離爆撃機の開発を計画した。これには、大馬力のエンジンを必要としたので、R-3350 の開発が重要になった。1943年までに、B、B-29 の機体は完成したが、空気抵抗削減を狙い、エンジンカウルを極端に絞った。 設計のため、特に高列上段シリンダーの冷却が足りず、エンジンは常にオーバーヒート気味であった。また、エンジン軽量化のために多用した、マグネシウム合金製の部品が発火しやすいという、問題も抱えていた。このため、エンジン火災を起こす機体も多く、軍はその対策に頭を悩ませることになる。R-3350 の初期型の燃料。 供給方式は、キャブレター式で、混合技の供給に問題を抱えていたが、1944年後半には、燃料噴射方式に変更され、この点については信頼性が改善された。戦後は、民間機市場に供給するため燃費の向上が図られ、ターボコンパウンド方式が開発された。これは、エンジン1機につき3個のタービンにより、 排気エネルギーを回転エネルギーに変換し、それを流体継手を使用し、クランクシャフトに伝えることにより排気中の熱エネルギーの20%を回収するというものであった。この改良を加えられた R-3350 は、ロッキードコンステレーションやダグラス DC-7 などの大型旅客機などに採用された。しかし、 このターボコンパウンド仕様の R-3350 は、その複雑な構造が災いして、トラブルが頻発し、より簡便で小型軽量、高性能なターボプロップ方式の実用化、普及に伴い、第一線から退くことになった。ソビエト連邦において、B、B-29 が、リバースエンジニアリングにより、ツポレフツ -4 として生産された際に、 搭載されていたエンジンは、この R-3350 ではなく、ソ連に R-1820 をライセンス供与して、生産された、シュベツオフ M-25 が独自改良された、シュベツオフアッシュ -73 である。ありがとうございます。